こんにちは、神崎です。ちょうどね、狩り場よいしょあったんでお見せしようかなと思って。狩り場っていうのはもうこれ結構柔らかいプラスチック系の材料を使います。これ映るかな。あ、映った、あった。綺麗でしょ、形は。だけどこれね、結構脆いです。こうグッてやったらもうすぐ指でも折れます。これはそれくらい弱い材質になります。だけどこれまあね、ブリッジなんだけども、ブリッジの狩り場なんだけど、保険で言ったらこれリテーナーっていう名前ついてるんだけどね。あのこういうブリッジの形だったりとか、あの単独の形、こういうのでも作ります、クラウンも。でただこれね、もうはっきり言って持っても半年持たない。割れる、すり減る、壊れる、もうほんとそんな材料ですこれは。だからあんまりね、狩り場のまんまでいないようにしてください、お願いします。もうこれ見た目もね、あんま良くないし、はっきり言って。もう色もね、これアイボリーって色しかないから、あとはピンクで作るかって話ですけどね。アイボリーかピンクやったら、ピンクで作ってもねいいかもしれないけどね、ピンクはものもろ目立つからね、それはしてませんので、お願いします。ぜひぜひ狩り場はね、ちゃんとしたものに変えてください。ということで、狩り場の話でした。それじゃあ。